ようございます。コミユの死にかけラジオ、アロマの話したりしなかったりということで、本日はアロマの話です。私がクラブハウスで行っているルームの一つですね、毎週水曜日の、お昼の1時から2時までルームを開いているんですけれども、交代交代ですね、隔週で、アロマセラピーの可能性を探る部と和声優ワイワイ会っていうのを開いています。先日の水曜日はアロマセラピーの可能性を探る部だったんですけれども、ここの部活でお話ししたのが、フレイルというね、なんていうのかな、状況現象の呼び名です。でフレイルっていうのはどういうことかというと、健常と、つまり健康で普通の正常な状態である状態と、あと要介護の中間ということですね。要介護に近づきつつあるよというのがフレイルという状態です。で大体これ当てはまるのが高齢者の方々にはなるんですけれども、このフレイルを予防するのに嗅覚トレーニングが役に立つよという論文の紹介をこのルームでさせていただきました。ものすごく簡単にまとめてお伝えしますと、これね、アロマリサーチに掲載されていた論文なんですけれども、嗅覚トレーニングっていうのは強い香りで、比較的身近な、感じたことがある香りですね。例えばなんですけれども、多く実験で使われているのはローズ、ユーカリ、レモン、クローブっていうこの4種類が結構使われているんです。でこの4種類の香りを朝と晩の1日2回、10秒間ずつぐらいですね、クン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 香ってもらったと。でそれを12週間続けましたと。で続けてないグループと続けたグループで、比較実験してみたんですけれども、そうすると結果、嗅覚トレーニングをした方が、その後嗅覚の反応が良くなったということなんですよね。つまり嗅覚っていうのはトレーニングすることで改善、衰えを改善させることができるということなんです。でこの実験、なんでフレイルと関係あるのっていうことなんですけれども、フレイルになりやすいのは、まず嗅覚が衰えてくるとご飯食べたくなくなるんですね。美味しくなくなるから。ね、匂いがわからないと味もわからないと、風邪ひいた後に何食べてるのかよくわからないとか、コロナのね、後遺症とかで嗅覚の障害が出て、味覚障害が出て味とか匂いが分からなくなるっていうようなことがありましたけれども、本当にその匂いっていうのは生命維持に欠かせない嗅覚っていうのは本能なんですよね。でその嗅覚が衰えることによって、味がしない、美味しくない、あんまりご飯食べたくないってなってくると、どういうことが起こるのかっていうと、体のですね、タンパク質がこう足りなくって、だんだん体重とか筋肉も落ちてくると。でそうなるとどうなるのかっていうと、今度は体を動かすのが億劫になる、固定やすくなる、運動不足になって、で怪我をするか、可能性が高くなったり、寝たきりになる可能性が高くなってくる。でそうなると、外出するのが億劫とかで、対人面にも問題が出てくるんですよね。これ社会的フレイルというふうに言われます。でそうなると今度どうなっていくのかっていうと、うつ状態に、なって、誰ともあんまり喋らないから、そうするとうつ状態になって部屋の中に引きこもりがちになって、ますますその運動不足で、食欲もない、人とも喋らないという状況に陥っていって、でそのまま気づかないうちに認知症になってしまっていたりとかね、するような可能性が高くなるんですよ。特にこれ本当に、栄養失調の場合は女性の方が確率としては高いんですけれども、嗅覚障害に関してはタバコを吸っている世代っていうのもあって、男性の方がすごく高いんですよね。でこの両方ですよ、男性は嗅覚障害が起こっている可能性が高い、女性は栄養失調、栄養不足、低栄養状態に陥っている可能性が高い。これを防ぐために、すごく簡単な方法なので、自宅で朝と晩に、自分の好きな香りですね、自分の好きな香りを、クンクンクンとするのを、12週間ぐらい続けてくださいと。でしかもそれは、一つの香りだけじゃなくって、なるべくたくさんの香りを嗅いだ方がやっぱりいいんですよね。でなるべく長く、さっき12週間って伝えましたけれども、12週間よりも、長期的にトレーニングをした方がやっぱり改善する確率は高くなってくるということなんですよね。
なのですごく簡単な方法 でこれに一番やっぱり適しているのがアロマセラピーなんですよね。ただいい匂いがしてるだけじゃんって言って、そのアロマセラピーの効果にすごく懐疑的な方々もやっぱいらっしゃるんですよね。そのお薬じゃないんだからって言って、いやそれはそうなんですよ、それはそうなんですよ。でもね、薬じゃないものを嗅ぐだけでそうやって認知機能の改善にねつながるのであれば、それは一つの簡単な手段として生活に取り入れてみたらいいんじゃないかって思うんですよ。毎日この薬を飲まないといけないってなったら、それはそれでもう疾患状態ですよね。病気じゃないとそういうね治療っていうのはできないですけれども、その治療をするような状態ではない場合っていうのはこれ漏れちゃうんですよね。お医者さんのカウントからすると、病院に行ってもその対策方法がないっていう風になっちゃうわけですよね。食欲がないって言われても、じゃあ健胃薬、胃腸を元気にする、ね、ビオフェルミンとか、まあ、漢方薬とか出しましょうかみたいな感じにはなってくるかもしれないんですけれども、でもそれってまたね病院に通ってねお薬もらってって大変じゃないですか。お金もかかるし、でもそうじゃなくてすごく手軽にできる、自分でね取り入れられる方法としてアロマセラピーっていうのは本当に役に立つよという例の一つでありました。でしかもですね、ここに、私たち日本人にとってなんですけれども、やっぱりこう馴染みのある香りというのが、ヒノキとか杉とか柚子とかですね、柑橘類のねみかんの香りとか、そういったものを嗅ぐとやっぱりこう心の中で、あ何々の香りだなっていうのがポンと頭の中に浮かんできたりするんですよね。そういうイメージのしやすさ、馴染んでいる香りであるっていうのもとても認知的フレイルを予防するのにもね役立ってきますので、私としてはですね、お来たかと、ついに和精油の時代が来てるなと、毎回ね新しい発見で日本のアロマセラピーっていうのはもっと見直される問題じゃないのかなっていうふうに思うんですけれども、和精油を生活に取り入れていただくとね、こういった簡単なケアができるんだよっていうことをお伝えしたくて今回取り上げさせていただきました。はい、という、お話とは別に、先日ですね、有料コンテンツを配信し始めました。これはねアロマテラピー検定の1級2級対策講座で脳内ドリル付きとなっております。これはアロマテラピー検定のですね資格を取りたいなと思われている方で、一人で勉強するのがちょっとね面白くないなとか、本読んでるだけではよくわかんないよっていうような方々がですね、耳から学んでもらえるという、しかもちょっと面白いよということで、コンテンツ配信を始めたんですけれども、よかったらシリーズ化するのでチェックしてみてください。なお最初の15分、昨日ね出した分は75分ぐらいまでね一つのコンテンツで行ってるんですよ。結構なねボリュームなんですが、15分ぐらいは無料で来ているようになってますので、冒頭部分だけでも試し入りしてみてください。というわけで本日も、晴れてますね。夏のような熱気が戻ってきましたので、皆さん体調を気をつけてください。ではでは、コミューの死にかけラジオでした。